はい、それではあの半年に踏まえてでワンマンを踏まえて一人ずつコメントありますか？誰からいいですか？順番どうしたらいいですか？私からいいですか？じゃあ最後にしますね。はい、どうぞ。はい、橘レイカです。私はなんか僕のある感じに入るって決まるのが他のメンバーよりちょっと遅くて、でなんか不安いっぱいの中ライオンカフェさんでお披露目して、なんかメンバーの入れ替えも結構多くて、なんか立ち位置とかもなんか何ヶ月に1回とかで変わっちゃって結構大変だったんですけど、なんか生誕祭とか今こうやって泣かないで、半年でこんなたくさんの人に見てもらえるなんて思ってなかったからすっごい嬉しくて、でなんか私のソロの前であの動員教えてもらってビエンってなってそう、なんか今まで頑張ってよかったなって思って、で高校3年生だからやっぱ揉めることが多くて、家族と人生についてけど、なんかレイカはアイドルがしたいので歯向かっていこうかなと親に怖い怖いどうなってもいいから続けたいから頑張ります。これからもよろしくお願いします。途中までめちゃくちゃ動員が不安で、なんか60人達成でサブスクってなんか発表してから60人本当に行くのかなって話をよくメンバーとしてて、さっき話が重なっちゃうんですけど、さっき聞かされてソロが終わった後に72ってやばいなって思って、なんかいろんな人を呼んでくれたり、なんか休みをわざわざ取ってきてくれたり、なんか家族も友達も来てくれて、でなんか盛り上げてくれて本当に嬉しいなって思いました。もう一回やりたいです、ワンマンを。やりたいです。ボカル半年、私もアイドルを始めて半年なんですけど、なんか辛いこともいっぱいあったし、楽しいこともいっぱいあったし、なんかアイドル始めてよかったなって今日思いました。来週にって聞いて本当に嬉しかったです。ありがとうございます皆さん。ありがとうございます。私がまとめて喋るはい、本日はボカールファーストアンマンライブにお越しいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんかまあね、お披露目っていうか、私がソロであのメンバーがね名前自己紹介するときにもね、なんかそれだけにしか立ってなかったメンバーもいたりとか、これはちょなんて言ったらかわかんないんだけど、あの本当にさっきねレイカちゃんが言ってた通り入れ替えりがすごい激しくて、あー泣いちゃいそう。なんかやっぱりいろいろ言われたりしてめっちゃ辛かったし、今も言われ続けてる状態だから、めちゃくちゃ不安だったし、今日もこんだけなんかそのあることないこと言いふらされてあることないこと言いふらされてみんながそれを信じて本当に来なかったらどうしようとかめちゃくちゃ考えてたんですけど、72人多分以上いるのかな分かんないんですけど、72人をねあの記
てくださって本当に嬉しく思います。あとはね、まあいろいろあったけどね、4人で、ね、頑張ってきたからさ。なんでなんでさ、本当立ち位置とかもぐっちゃぐちゃなんだしさ、もうだってさ、コロナ明けてさ、みんなでさ頑張ろうって時にさ、レニーだって4人で初めてさ立ったの、レニーじゃん。あの時もうほんと不安で不安で仕方なかったじゃん。もうさ、もう怖かったもん、あの時のレニーめちゃくちゃもう怖かったもん、ほんとに。なんかまあ、あの皆さん何なんか信じたいこと信じたくないことあるかもしれないんですけど、なんか今言われてることは基本的に全部嘘だっていうのもめちゃくちゃ言いたい。僕はめちゃくちゃ仲いいです。言われたから、5人だった時も6人だった時もさ、めちゃくちゃ別に普通に喋っとったからさ。だからあのいろいろあると思いますが、僕らある感じみんな本当に仲良しで、ここまで半年でねこんだけ集まっていただけたのは本当に嬉しく思います。なんか言葉が出てこないんですけど、めちゃくちゃ本当に皆さん感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後に行きますか。最後に行きましょう。そうです、みんなで、じゃあみんなで最後曲振りしましょうか。それでは最後の曲聴いてください。トップソードリームメイ。Thank you.
あ、それではこの後交流会でお待ちしています。以上、私たち僕のある感じでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと少々お時間かかるかもしれないんですけど、あの皆さん、あの特典券とか買われる方とかいたら並んでいただけたらすごく嬉しいです。よろしく。